レイモンド・キース・キングは、アメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身の元プロ野球選手。左投げ左打ち。ニックネームは、バーガー。高校時代は、野球の他にアメリカンフットボール、バスケットボールもしていた。テネシー州ジャクソンのランバス大学に進学。その後、MLB で593試合に登板し、20勝23敗、2S の成績を残した。 1995年の MLB ドラフト8巡でシンシナティレッツに指名された。4シーズンをレッツ、アトランタブレーブス、シカゴカブス参加のマイナーリーグで過ごした後、1999年5月21日、シカゴカブスでメジャーデビューを果たした。2000年よりミルウォーキーブルワーズに移籍、2001年は84試合に、 当番、2002年も76試合に当番し、ブルワーズを支えた。2003年、ウェス・ヘルムズとジョン・ホスターとのトレードで、アトランタ・ブレーブスに移籍し、80試合に当番し、ブレーブスでも重要なサワン投手として、チームを支えた。この年、自身初のプレイオフで当番し、無失点に抑えた。シーズンオフにセントルイス・カージナルスに、 J.D. ドリューとイーライ・マレーロとのトレードでジェイソン・マーキーとアダム・ウェインライトと共に移籍した。2004年、チームトップの86試合に、当番、5勝2敗31ホールドと、自己最高の成績を上げた。また5月から7月までには30試合連続、無失点に抑える好投を見せた。プレーオフでも6回に、3を投げて、チームはナショナルリーグを制覇した。2006年、 ラリー・ビグビーとアーロン・マイルズとのトレードでコロラド・ロッキーズに移籍した。2007年、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。この年の開幕ロースターに残った。9月に、ミルウォーキー・ブルワーズにトレードされた。この年67試合に登板し1勝1敗、防御率4.76であった。シーズン終了後、フリーエージェントとなった。同年11月30日。 ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2008年3月22日、ナショナルズの開幕ロースターに入り、1ヶ月で12試合に登板したが0勝0敗、防御率5.68の成績で、4月24日に、トリプル a のコロンバス・クリッパーズへの降格を命じられた。降格を拒否した、彼はフリーエージェントとなった。5月初めに、 シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、4試合の当番の後、解雇された。5月29日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結び、シーズン終了後、フリーエージェントとなった。ありがとうございます。